リンドバーグ翼の日の5月21日土曜日朝5時45分の日本海は、そよ風程度というよりはややしっかりしたオフショアが背後から吹いてますね。潮が沖に流れていくのが分かります。海は筋のようなうねりさえ見えず、完全にフラットですね。こちら側もかすかなオフショアで、湖のようにフラットです。ここまでフラットなのはそれほど年間に何回もないです。それぐらいフラットですね。気温は16度ぐらいです。風はオフショア、海はフラット。今日終日こんなんですかね。 Thank you.